こんにちは。ネイチャーエンジニアの亀田です。今回紹介するのは、カラフルでポップな羽を持つ夏鳥。小ムク鳥。パートナーのワンキシと一緒に紹介していきます。小ムク鳥は、スズメモク、ムクドリカというグループに属する鳥です。まず、小ムクド鳥の持つユニークな特徴が、羽の色。赤。 青、緑、白、灰色と実にカラフルな羽を持つのです。たくさんの色が使われた羽はポップで可愛らしいですよね。ちなみにこちらはオスの姿。メスはこのカラフルさは持たず、オスと比べてシンプルな色味の羽を持ちます。鳥の中にはオスとメスで大きく姿が異なるものがいます。しかし、ムクドリカのほとんどの種では、 オスとメスの間に大きな姿の差はありません。コムクドリはムクドリ科の中で特に雌雄の差が大きい種なのです。もしコムクドリを見かけたら単体の姿だけでなくオスとメスの姿の違いにも注目です。コムクドリの属するムクドリ科には街中でもよく見られるムクドリという種がいます。 名前は似ているものの、小むくどりとむくどりには様々な違いがあります。身近なむくどりと比較することで、小むくどりの特徴がよく見えてくるので、ここからは4つの観点でむくどりと比較しながら紹介していきます。まず1つ目は、小むくどりはむくどりよりも小さいということ。小むくどりはその名前の通り、 ムクドリよりも少し小さな鳥です。僕の愛用する野鳥図鑑、日本の野鳥650によると、ムクドリの全長は24センチで、コムクドリの全長は19センチとあります。スズメは15センチなので、コムクドリの大きさは、スズメとムクドリのちょうど中間くらいの大きさなんですね。二つ目は、鳴き声がやかましいという点。 コムクドリはキュルキュルやギュルギュルという鳴き声を出します。ムクドリも同じような鳴き声を出しますが、コムクドリはより高くて大きな声であり、率直に言うとやかましい感じの声です。その声がこちら。 もしこのような声が聞こえたら、木の上などを注意してみると、小ムクドリに出会えるかもしれません。三つ目は、小ムクドリは夏鳥であるという点。ムクドリは、流暢という一年を通して同じ場所で見られる鳥です。それに対して、小ムクドリは夏鳥であり、夏になると日本にやってくる渡り鳥なのです。例えば、渡りの季節には、 ムクドリの群れの中に別種のムクドリ科の鳥が混ざっていることがあります。そのためこの時期はムクドリの群れを見つけたらその中にコムクドリがいないかを探すのも面白いです。四つ目はコムクドリは主に地上で生活するということ。観察をしていると生活スタイルもムクドリとは異なる印象があります。ムクドリが餌を探すときは 地面をよちよちと歩いてついばむ姿をよく見ます。一方で、コムクドリは樹上で見かけることが多い。食事も樹上で木の実などを食べ、移動も木から木へと飛び交うように移動することが多いイメージです。しかし、この印象もコムクドリが夏鳥であることが影響しているかもしれません。ムクドリは通年見られるため、 冬は地面に落ちた木の実を食べることが多いです。しかし、夏にしか見ない小ムクドリは、日本にいる間の季節は、樹上生活で完結できるということなのかもしれません。他にも、人と違って鳥には繁殖期というものが明確にあります。そのため、季節によって大きく行動が変化するのです。このような、 季節に応じた行動の変化の観察も野鳥観察の面白いテーマの一つです。このように、コムクドリはカラフルな姿を持つ夏鳥です。夏鳥には癒し系の美しい鳴き声を持つものも多いですが、コムクドリのような賑やかな声を聞くのもまた面白いと思います。夏に外に出かける際は、ぜひコムクドリを探して観察してみてください。 チャエンジニア生き物チャンネルでは身近に見れるいろいろな生き物たちの紹介をしていますもし参考になったと思ったらいいねチャンネル登録をよろしくお願いします